山岸さん誤嚥があるか分かりませんが、私自身亜鉛の過剰摂取で胃腸炎に似た症状に襲われ病院に行きましたと。そうなんだ。いろいろな人から同じような体験を聞きますと。サプリの一条がまさか過剰摂取だとは思わないと思うので、ここでシェアさせていただきたいですと。ありがとうございます。50ミリだ。まあ亜鉛は一応1日の摂取量は30ミリということになってるのでね、50ミリはちょっと多い。まあこれも人によるけどな。俺は亜鉛は相当大量に摂取したけどなったことはない。なのでまあ本当に逆に言えば100通りのレスポンスがありますと。